えー、34歳父です日本では望まない妊娠を防ぐために最近性教育の改善をされているとニュースできましたしかし何歳の息子がどうやったら子供ができるのかと聞いてくるので下品な話をするのが多くなっています息子が何歳になったら性交流すれば産めるよと言えばいいのか全くわからない状態ですゆるきさんはどう子供たちを教えますかまた日本の性教育についての問題点を教えてください <laughs> えっと今日たまたま見たニュースであの中学校まで そのどういうふうに子供を作るのかというのを明確に教えないというのが文科省の中で一応ルールになってるっぽいんですよね。でその文科省のルールっていうのがなぜできたのかっていうのが実はわからないっていうのがあってであの自民党の,あの古くのからいる政治家の人とかその性教育みたいなことをするから性が乱れるのだというふうに言ってたりするんですけど。 今、あの十代の妊娠・出産、まあ、妊娠・中絶って、ずっと増え続けてるんですよね。なので、性教育をやらなければ、その十代が性行為をしないだろうというのは、間違いで、ほっといても性行為はするんですよ。 あのそもそも原始人の時代から人間は誰も教えなくても性行為はするんですよ。で犬でも猫でも誰も教えなくても性行為はするんですよ。あフランス2対0なの青梅でとうございます。なのであの性行為というのは誰かが教えてるからやるものではなく勝手にやりだすものなんですよ。いやそうやってあの要は性行為を先祖がしたおかげで皆さん方今いらっしゃってあの性行為のやり方がわからなかったその人間は子孫を作らなくて絶滅してるんですよ。 なのでその性教育とかない時代にそのちゃんと勝手にコツりっていうのをやった人の子孫しか今いないんですよね。っていうのがあるのでなのであの性教育は僕は早めにやった方がいいと思うんですよ。で早めにやっといてここれ大変なことになるよと。責任取れるんだったりけど取れない状態でやると大変なことになるよ。だからあのそこはちゃんと確認しようねとか嫌なものは嫌って言おうねみたいなのは僕は若いうちからちゃんとやるべきなんじゃないかなと思いますけど。